皆さんこんにちは。2020年育成選手ドラフト3位でオリックスバファローズに入団した宇田川優希投手、最速159キロのストレートを軸に、プロ入り前から落差の大きいフォークも武器としている若き右腕投手です。今季リーグ連覇、26年ぶりの日本一をつかんだオリックス。なぜ宇田川投手は年俸240万円プレーヤーから日本一のセットアッパーになれたのでしょうか。担当コーチが宇田川投手の覚醒の瞬間を明かしています。今回はそんな宇田川優希投手の覚醒の瞬間について調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介させていただきます。名前宇田川優希、出身地埼玉県越谷市、生年月日1998年11月10日、24歳、身長体重184cm、94kg、 投球打席右投げ右打ち、ポジション投手、プロ入り2020年育成選手ドラフト3位、日本人の父親とフィリピン人の母親の間に出生し、小学2年生の時に兄の影響で市内の少年野球チームである宮本ジャイアンツに加入したことで野球を始めた宇田川優希投手。2020年の日本プロ野球ドラフト会議においてオリックスバファローズから育成ドラフト3位で指名を受けました。宇田川投手は支配下枠指名でない場合は入団を拒否して社会人野球に進むつもりである旨を仙台大学監督の森本義方さんとの相談の上で調査書に記載していたそうです。しかしその裏で宇田川投手自身、大学4年でやや調子を落としていたことから支配下で指名されるか不安な気持ちがあり、育成での指名があった時には安堵していたといいます。しかし前述の通り入団拒否の意向を示していたため、当初の意向通りに社会人野球に進むしかないのではと困惑し、当日の記者会見では何も言えなかったそうです。その後に育成ドラフト5位で指名を受けた佐野幸和選手と話した際、佐野選手がオリックス入団に強く前向きだったことや、仙台大学の先輩である佐藤優吾さんからオリックスの環境を教えてもらったことで自身もプロ入りを決断し、指名挨拶で佐野選手と共に入団の意思を伝えました。11月21日に入団交渉を行い、契約金300万円、年俸240万円で合意し、12月19日に入団発表会見が行われました。宇田川投手はプロ入り後、平野義久投手の投球を見て、これまで決め球としてしか使っていなかったフォークがカウント球としても使えることを学び、さらに捕手の松井正人選手からの勧めでストレートに近い軌道で小さく変化するフォークを習得して、2種類のフォークを使い分けるようになったそうです。今季リーグ連覇、26年ぶりの日本一を手にしたオリックス、その快挙に貢献したのが宇田川投手です。シーズン後半に1軍に定着すると、剛速球を武器に獅子奮陣の活躍を見せ、一躍全国に名を轟かせました。育成出身右腕の覚醒した瞬間を見届けたのがオリックスの平井正文育成投手コーチでした。クライマックスシリーズ、日本シリーズで見せた魂の投球はシーズンが終わった今でもファンの記憶に新しいですよね。ヤクルトとの頂上決戦で宇田川投手は4試合に登板し、計5回3分の2を無失点で1勝2ホールド10奪三振をマークし、チームに欠かせない勝利の方程式として起用されました。2年目の宇田川投手は今シーズン育成スタートでした。年俸240万円から7月に支配下契約を勝ち取り、1軍では150キロ後半の直球とフォークを武器に優勝争いを繰り広げるチームの救世主となりました。ルーキーイヤーの昨季は2軍でもわずか1試合の登板だった。未完の大器はなぜここまで成長できたのでしょうか。宇田川投手が入団した2021年から育成投手コーチを務める平井コーチは、体は大きく、持っているものは素晴らしかった、まっすぐも速く、何より一番は勝負球として使えるほどのフォークがあったと、そのポテンシャルに驚いたそうです。ただ限られた環境でしか高いパフォーマンスを出せないことが欠点でした。球場によって硬さの変わるマウンド、雨などの天候の変化、
制球を乱した後に切り替えることができないメンタル、抜群のポテンシャルを誇る右腕でしたが、試合によって好不調の波が激しく、安定した結果を残すことができませんでした。大卒出身の育成右腕にそうチャンスは多くなく、宇田川投手は結果を残さなければカットリスト候補に上がる立場となっています。試合でアピールすることが必要不可欠な宇田川投手に、平井コーチは、彼は入団当初からあまり球を投げなかった、せっかくいいものを持っているのに長くブルペンに入らない時期もあったので、去年からずっと言っていたのは3日間ブルペンは開けるなです。育成の選手は打たれようが何しようが投げられなくなったら終わり、そういった状態を作っていかないと下から上がっていくのは無理だろうと、ましてや一軍では毎日投げないといけない場面も来るとアドバイスを送ったそうです。野球への取り組み方に変化が見られたのは1年目のシーズン終盤でした。徐々にプロ仕様の肉体、メンタルに変貌を遂げると、その才能は一気に開花しました。今シーズンは2軍での登板も増えると、支配下に上がる直前の6月、アマチュアとの育成試合に登板した宇田川投手は1球ごとに空を見上げ、心を落ち着かせる仕草を見せる場面があり、それについて平井コーチは、普段は見せなかった姿だったので、なんで空見てるんだと聞くと、彼は一度頭をリセットするためですと、いつもはピンチになった後に反省していたが、気持ちに余裕ができ切り替えることができていた、言い方は正しいかわからないですが、言い訳することなくどんな環境でも自分の中で処理できるようになっていた、これでもう大丈夫だと、育成会議でももうここの試合で投げる投手じゃないと伝えましたと明かしました。支配下に上がり凄まじい活躍を見せた宇田川投手、今季の登板イニングは22回3分の1で、3年目を迎える来シーズン新人王の資格を残しています。素晴らしい成績を残してチームの勝利にも貢献した、大事なのは今年1年やったことを来年もできるか、計算できる投手が多ければ多いほどチームは強くなる、来年の春にどのような姿を見せてくるか楽しみですねと、若き右腕に期待を込める平井コーチ、圧倒的なパフォーマンスを見せた宇田川投手は来季リーグ3連覇連続日本一を狙うチームにとって必要不可欠な存在となりそうです。日本一の投手陣はさらなる進化を見せるのでしょうか。年間を通して一軍で活躍する一本立ちした宇田川投手の姿に期待したいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。